見える甲斐カメラマン。こんにちは。一般社団法人甲斐カメラマンの村松大輔です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いろいろですね、ニュースでも騒がれていますが、ぜひですね、一人でも多くの方がご無事な生活をされますようにと、そしてぜひ安心な周波数でですね、お過ごしくださればと思います。では、今日のお話に入っていきます。今日はですね、男女間の違い。夫婦の間でですね、いろいろとこう女性側と男性側と意見が違うと。そういったところのお話です。で、以前もですね、まだ聞く甲斐カメラマガの時ですね、去年の時にも男性性と女性性の違いというところでお話しさせてもらったんですけども、今日はまた別の観点からお話ししていきます。では、画面の共有に入ります。こちら、男女の違いで困ってる人へのお話です。よくね、女性の側からとかね、男性の側からね、なんで分かってくれないのよとか、俺がどんだけやってるか分かるかみたいな感じのですね、やり取りがいろいろあるかと思います。で、その部分です。うちもですね、私がまだ気づいてない時はですね、妻に対してそう、この青い側をですね、相当根に持ってこれを言わないんですね。相当嫌な男だったんですね。で、今おかげでですね、その部分が分かってですね、今やり取りを変えてですね、あり方を変えてきたんですけども、で、今日のお話。男性性、女性性に関してはですね、以前お話ししていますし、あとはまた別の機会にしてですね、今日は別の観点から、ダーウィンのこの間お伝えしたところ、どのような種同士が長期間生存するかというところの観点からですね、男女の違いがあっていいんだよというお話をしていきます。まず、この間お話ししたダーウィンのお話。が何かというと、最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのではない。最も長く種がね、生存するのは何かっていうと、何でしたっけ？これは、変化に対応できる種が生き残れると。いろんなパターンに、いろんなその氷河期が起こりましたとかですね、この間もお話しした恐竜と哺乳類では、哺乳類の方が小さいのに哺乳類が生き残ったというのは、変化に対応できたからというところです。変化に対応できることっていうのはですね、遺伝子にいろんな遺伝子がですね、いろんなものに対応できると。で、じゃあそもそも遺伝子って何かっていうと、私たちの細胞がですね、50兆とかあります。体重かける腸です。80キロの人は80兆個、40キロの人は40兆個細胞があって、一つの細胞の中に遺伝子が入って、遺伝子が、まあ、2本ですね、入ってます。で、その遺伝子、どういうものかっていうとですね、遺伝子、塩基対が30億ペア、ATCG ってアデニンチミンシトシングアニンっていう塩基があるんですが、それがね、この線ですね。この線が30億ある。で、これでね、何個かずつで遺伝子情報っていうのを作ってます。それが人間だと2万5000種類です。で、この遺伝子がめちゃめちゃ小さくて、どんだけ小さいのかっていうとですね、幅が2ナノメートルって、ナノって何なのって感じなんですけども、1ナノがですね、1ミリマイクロなの、10のマイナス9乗なんで、0.00000001メートルみたいな、もうめちゃめちゃ小さいと。で、原子20個分ぐらいのサイズぐらいしかないというのが、この DNA です。それでも意味わかんないと。どんだけ小さいのかっていうとね、地球上全員分の DNA を集めてもびっくり。米粒一つの重さだと言うんですね。で、その、遺伝子なんですが、遺伝子情報がそれぞれあります。例えば、野球の上手な遺伝子とか、発明の得意な遺伝子とか、お料理が得意とか、この文章が得意とかっていう遺伝子情報がいろいろあります。まあ、厳密に言うと、野球の遺伝子っていうのはなくて、この瞬発力を作る筋肉のタンパク質を作る遺伝子とかね、っていう意味なんですが、で、例えば、イチローとか、アインシュタインとか、エジソンとか、浅田真央ちゃんとか、錦織圭君とかですね。それと、あなたがですね、同じ人間であれば、ATCG の30億の並び順は、人の中であれば、みんな一緒だと。一郎と皆さんが一緒だと。で、浅田真央ちゃんと皆さんが一緒だと。で、0.1% も変わらないと。で、30億のうちの 0.1% なんで、29億9700万以上は同じだと。もし仮に 1% ずらしましたと。3000万個こう並び替えを変えましたとかずらしましたって言ったら、なんとチンパンジーになってしまうというぐらいに、皆さんと
すごい人とか、そうじゃない人とかとの遺伝子の違いっていうのは、ほぼないと。人、人間であれば、ほぼ一緒だと言うんですね。では、こちら。イチロー選手と、この私、大ちゃん先生がね、よく似てるって言われるんですけども、じゃあなぜ大ちゃん先生が野球ができないのかというところです。それはね、長年の疑問でした。ですが、それ何が違う？遺伝子が同じ。人であれば遺伝子が同じで、でも違うと。何か、なぜかというと、何が違うのかというとね、遺伝子の情報、2万5000種類の遺伝子情報のうちの、野球が得意とか、発明が得意とか、料理が得意とか、優しいとか、威厳とか、毛深いとか、それぞれ遺伝子がありますと。遺伝子情報がありますと。で、その遺伝子情報が、スイッチがオンになってるかオフになってるか。私にもこの瞬発力とか動体視力とかっていう遺伝子情報があるんだけど、そこがオフになってるということなんですね。私ね、小さいものが見れないんですよ。卓球とかもめちゃめちゃダメで、小学校5年生の娘にこう、笑われるぐらいの、全然こうダメなんですね。蚊が飛んでるとか、星とかがね、探せないんですよ。小さいものが目の前に動いてても見えないっていう変な目なんですね。で、そういうのはオフ、スイッチがオフになってる。で、人によって考え方とか違う、タイプが違う。臆病とか勇敢って真反対です。優しいとか厳しい真反対。頑固とか優柔不断とか、それぞれタイプが違う。で、この考え方が違う。じゃあなぜか、なぜ違うかっていうと、スイッチのオンになってるとかオフになってるところをですね、人類全員で変えてますと。それなので人によって種類が違う。背が高いとか、色がね、茶色いとか、色が白いとかですね、鼻が高いとか、で、それぞれスイッチが違う。違ってそういう形になってる。じゃあ、なんで変えてるのかと。みんな同じなら、喧嘩がないし、仲良くいられるんじゃない、考え方が同じなら、ね、仲良くいられるんじゃないかと言うんですが、それなぜかっていうと、男性と女性のスイッチのオンオフの場所が違えば、いろんな環境に生き延びられる子孫を作れると言うんですね。例えば、このウイルスに強い遺伝子ができるかもしれない。熱射病に強い遺伝子ができるかもしれない。ストレスに強い遺伝子ができるかもしれない。というので、もし全員が同じ遺伝子配列のオンオフであれば、このあるウイルスが来てそこを全部やっつけることに、人間の遺伝子を潰すことができれば、人間が止まってしまう。なので、ちょっとずつオンオフの場所を変えてあげて、で、人間の種族がですね、種が生き残れるようにしているということなんですね。ということで、まとめると、人類がたくさんの変化に対応できる種を保存するために、タイプの違う相手を私が本能的に選んでるんだというふうに解釈してもらえると、なんか旦那のね、あのとこ全然私気に入らないんだけどとかね、嫁の言うことを全く理解できないみたいなことがあるかもしれないんですけども、その違う人同士が結婚して、で、男の方、女性、男性の方からと女性の方からとの遺伝子をこう合わせて子供ができますと。で、その子供はお父さんとお母さんの違う種類、それぞれオンオフの場所違う種類でもらうと。で、子供が3人いても5人いても、5人とも同じかっていうと違うタイプだと。3人とも違うタイプだと。そういうふうにして違う種を残すことによって、いろんな環境の変化に対応できるということなんですね。なので、よいしょ。なので、この、それぞれが違う種を存続させるために、違うタイプの人と結婚すると。なので、違う、相手が違うってことは、ある意味いいことなんですね。種を保存するためにいいことだ。というふうに考えてあげれば、これも一つの理論です。これが正しいかどうかっていうではなくて、一つの理論であって、そのように考えてあげると、気持ちがこう少し楽になるかなというふうに捉えていただければと思います。だから、種の保存のために、うちはね、うちのパートナーと考え方は違うだというふうに捉えることが、また視野がね、広がってくるかと思います。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしていきましょう。さよなら。